もいろんな国の辛いお菓子を混ぜ合わせて混ぜ合わせて混ぜ合わせてこねてハンバーグを作っていきたいと思います。今回は5カ国のお菓子を集め出したのでこれを混ぜていきたいと思います。それではレッツゴー。それではまず選手の紹介をいたしたい。チャハハハ。それでは選手の紹介をしたいと思います。日本の代表者、赤辛一口豆、激辛赤10番ハラマッチョ、ホットチリ味。タイの選手たちを紹介します。ポンポン、スパイシーバーベキュー味、海苔の唐辛子味、タラ唐辛子味。続いてマレーシア、モンスタースナックの辛い味、カルビーポテトチップスのピリ辛チリ味、ベトナムのカラムーチョ、ベトナムのポケモンのお菓子、ベトナムかラオスのチキンみたいなスナック、ベトナムかラオスのポテチの唐辛子味。以上の皆さんを混ぜていきたいと思います。今回はこのジップロックにちょっとずつね入れていくよ。赤からさん、豆です。ということで全部入れました。こんな感じ、ちょっと辛い感じの匂いがする。これを砕いていきたいと思います。いきます。こんな感じになりました。ほーなーごー、なんかちょっとふりかけみたいな。頑張ったよこれ。これを早速焼いていきたいと思います。これまとまんないからご飯と一緒にまとめて焼いちゃいたいと思います。ハンバーグっていうよりご飯バーグ。まずはこのご飯をボウルに入れます。ここにこれを全部入れちゃいたいと思います。ふりかけっぽい感じでいい感じ。もう見た目はこれで混ぜていきたいと思います。ここにオリーブオイルを入れます。お願いします。混ぜ終わりました。いやめっちゃ美味しそうなんだけど、すごくない？これで、ね、このまま食べても美味しいんじゃない？思ったんだけど、別にそれよかなくてよくない？おにぎり作るわ。もうさ、最初ハンバーグ作ろうって言ってたの。おにぎりかいって。出来上がりました。いびつな三角形、映像で見るといい感じに見えるね。これに海苔をつけて、海苔でかおにぎりの出来上がり。では最高ないろんな国の辛いお菓子を混ぜ込んで混ぜ込んで混ぜ込んで愛情も込めて作ったこの最高級の世界で一番辛いと思われるおにぎりを食べたいと思います。いただきます。香りはスナック菓子の香りしかしません。いろんな味が口の中で騒いでる。食感がやばい。このタラのさ、柔らかい感じとザクザクも50倍ぐらいのサクサク感があって、でも辛くはなくはない。最初食べた時は辛くないんだけど、後から喉に来る辛さがあります。後から結構辛いです。主婦の方々、お子さんのおにぎり、こんなサプライズプレゼントしてみてはいかがでしょうか。っていうかこれ私ちっちゃいおにぎりを作ったじゃないですか。3口食べたんですけど、もうそれでもう飽きちゃうぐらいな感じの味のイメージ。でもありよりのあり。はい、ということで今回は辛いものをいろんな国から集めたものを作ってみたんですけれども、次回は甘いものとかしょっぱいものとか、まあ違うテイストで変えてまたやっていきたいなと思います。はい、
い、ということで私は Facebook、Instagram、Twitter やってますので、そちらのフォローよろしくお願いします。そしてこの動画がちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、はるぴーでした。バイバイ。